はい、今日のね、胸トレはね、胸を張るのをめちゃくちゃ意識するといいよ。したらめっちゃ胸に効く。で、30秒クワガタ一緒にやっていこう。で、胸を張る、こう顎をね、引いてね、肩甲骨をグッと寄せて、こう胸をグッと上に突き出す。槍に刺さってるようなイメージでやるとめっちゃやりやすいかも。で、胸を張ったまま肘と肘がね、くっつくんじゃないかぐらいクロスしてあげるとさらに効くよ、これ。いい感じ、息してね。胸を張る、胸を張る、忘れないで。 OK。 そしたら次はね、大きなね丸を描いて胸トレしていきますよ。大きな丸、これもね、胸を張ることを意識するとめちゃくちゃ効く。いきます、30秒ね。頭の、ね、てっぺんからマジで大きな丸で、下の円を描くところも胸を張りながらやるとさらに効くから、もうほんと胸を張ることだけをね、集中してあげると OK。 胸トレってさ、胸張らないと胸トレじゃなくなるんよね。だから胸を張ることをね、すっごい意識して私はね、やってる。そしたら2カップも上がったよ。 OK。 そしたら次はははーっていう動きしていきます。ははー、これもね、胸を張るのをね、意識するとね、めちゃくちゃ効くからね。30秒胸を張ったまま上に上げて、下に下げるときも胸を張る。脇の横の筋肉からこの胸の上の方までね、しっかり使えるから、脇の血行もしっかりね、流れるから、とっても OK、 とっても OK ってなんだ。息してね、ちゃんと。呼吸マジ大事。ナイス。はい、そしたらね、30秒空中ダンベル、私がジムでめちゃめちゃする動き、空中ダンベルをダンベルなしで寝ながらやっていきます。30秒上、真上、斜め上、お腹の方の真下、これを胸を張りながらね、やっていきますよ。で、これさ、何かさ、なんかボールとかあるじゃん、ストレッチボール 1.5 キロぐらいの、それ持ちながらやったりとか、なんか100均とかで売ってる軽いダンベルとか、あとペットボトル持ちながらやるとね、もっとさらに効くから、ちょ、余裕ある人やってみて。これ胸張ってね、みんな胸張ったままグッと。ナイス。はい、次はね、座ってください。で、座って60秒、両手アインアインやっていきます。このポイントは2つ、胸を張る、肘を固定してアインアインいきます。肘を固定するとね、脇の筋肉から胸の真ん中のあばらのギザギザのところまで効いてくれるんで、とっても良き。なんかさ、胸をね、鍛えるとさ、このなんていうの、鎖骨の方の質素な感じがなくなるんよ。え、だからマジで胸トレ大事。え、バストアップしなくても胸トレめっちゃ大事。やっぱ胸の上のあたりもね、張りがあった方がめちゃめちゃ綺麗に見えるからね。息しながらね、肘固定して、肩の力を抜く、肩は下げて、首は長く、胸を張ったまま。ナイスフォーム。あと10秒。そしたらね、 DJ やっていきます。これも胸を張る、で、肘を固定して手のひらを上げ下げしていきます。30秒、で、胸張って肩の力を抜く、肩を下げて首長く、で、 DJ。 これね、肩甲骨もね、使えるからね、背中の血行もドバドバドバよ。ナイス。息してね。背中の血行とかも流れると顔痩せにもつながるからね、超大事だよ。 OK。 はい、そしたら春日やっていきます。春日、これ気にするのは胸を張ること。いきます、30秒。え、マジで時間ないときはもうこれだけ、これ一つだけでもやってみてね。
中の血行ね、肩甲骨のあたりとか老廃物溜まりやすいから、こうやってしっかり流してあげるとめちゃめちゃ花丸。これするだけで肩甲骨ぷくって出てくれるからね、とってもいいよ。 OK、 そしたら空手を30秒やっていきます。これも胸を張る、胸を張ることを意識して30秒。胸張りながらやると本当に胸に効くの。胸張りながらやらないと腕に効いちゃうからね。胸を張る、もうそれだけでいい。胸を張るだけで肩甲骨もグッと寄せられるから、背中のトレーニングもなっちゃう。あと手は開かない、脇の横を通る感じでね、脇は締めて。オッケー。はい、そしたら合掌のポーズいきまーす。60秒。はい、これはね、自分の目の前でもいいんだけど、それを下に下げてあげると、さらにね、胸のあたりと脇の横の筋肉にね、すっごい効きやすいから、どうせやるなら効いた方がいいじゃんっていうので、下の方に下げてさ、意識してみて。やっぱりね、何気なくね、トレーニングしたら、まあそれでも血行はね、良くなるからいいんだけど、効かせられるなら効かせたいじゃん。だからちょっと意識してやってみよう。やってみてね。私もめちゃめちゃ意識してる。下に下にね、グッて両手で押す感じでやってみてください。効きます。息してね。オッケー。はい、そしたら次はタケノコニョッキッキ。これはね、胸を張るってよりは肘と肘をしっかり合わせて上まで持っていくってのを意識してみて。したらもっとさらに効きます。いきます、30秒。はい、肘と肘合わせながらぐーっと上に。いいよ、息してね。これ簡単そうに見えてね、かなりきついけどね、とてもおすすめです。てか、あっという間にあと2つで終わるから頑張ろう。はい、ラスト、ラストはタケノコ合唱です。いくよ、30秒。これもね、自分の真正面でもいいんだけど、さらに肘を下の方に下げてあげると胸の方に効いてくれるので、おすすめ。ぐーっと下の方に下げて、で、肘と手のひらでお互い押すようにしてあげるとさらに効く。息してね。これデコルテも浮かび上がってくるから、とてもおすすめな動きです。ちょっとね、バストアップした方法をまとめたから、最後も聞いてみて。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。はい、ということでちょっとお水休憩させてください。みんなもお水休憩してね。で、最近ハマってる、最近ってかもう結構1、2ヶ月ぐらい飲んでんだけど、2リットル水、1日絶対人間が取るべき水の量をしっかり飲める水筒です。はい、ということでね、でバストアップって本当に何ていうの、センシティブな内容だから難しい話なんですけれども、私ね、この前モルディブにウェディングドレスの撮影をね、行ったんですよ。まあ、おばあちゃんに若いうちに、25になったんですけど、若いうちにウェディングを撮っといた方がいいよみたいなこと言われたのを思い出して撮りに行ったんですけど、ウェディングドレスって中に下着をつけるんですよ。ウェディングドレスを綺麗に着れるための下着を着るんですけど、それをね、ワコールで測りに行ったんですよ、ちゃんとね。で、その時に E カップって言われたんですよ。びっくりして、その前に測った時に D、C と D の間をこう行き来する感じだったんですけど、それがまたさらにコツコツね、コツコツずっと続けて E になったんですよ。自分でもめちゃめちゃびっくりして、本当にあ、まだ大きくなれるんだっていうのにすごいびっくりして。でね、とあるそのバストアップのサロンの先生、3年前に
行かせていただいたサロン先生はなんか女性は頑張ればずっと一緒にできるって言ってくれてて、それを信じて私もやり続けたんですけど、でまあやったことは水をしっかり取ること、バストするのに水ってすっごい大事なんだって。もう水もそうだけど食事、お肉を食べる、タンパク質を食べることもすっごい大事。赤身のお肉がね一番いいって言われてるんですけど、そうタンパク質をしっかり食べることとお水をしっかり取ること、そう、それってマッサージを毎日やりました。で毎日って大変じゃない、無理、嘘でしょと思うじゃん。この動画私出したと思うんですよ、これを毎日お風呂でやるんですよ、絶対に。ボディーソープと一緒に、ボディーソープと一緒に毎日できるから、これぜひやってみてください。でトレーニング、胸筋をしっかり鍛えるトレーニングと、後ろの肩甲骨の血行をしっかり流すトレーニング、脇のリンパをしっかり流すトレーニングを、重点的にやってます。なんかダイエットしててもしっかりバストを残しながら、なんならバストアップもしながらできましたっていう報告です。なのでほんと人それぞれなんで、まとめられてるかも不安なんですけど、食事とトレーニングとバストアップのためのマッサージ、血行をしっかり流すマッサージなんで、バストアップは血行っていうのをね、その先生に教わったんですけど、それをしっかりやってたらちゃんとバストアップできたので、ぜひ試してみてください。私ができた方法です。で、そのせっかくしっかりきれいにしたバストを、すごい激しい有酸素運動とかこうジャンプしたりとかね、私よく縄跳び進めてるんでとかしてると、クーパー自体っていうのはね、なんかこうゴムみたいなんでおっぱいをこう支えてるこういうゴムみたいなのがあるんですけど、これはクーパー自体っていうんですよ。これがジャンプによって伸びてしまったりとかすると元に戻らないらしくって、それをしっかり私は気をつけました。もうめちゃめちゃ気をつけました。これ自分で作ったスポブラなんですけど、本当このスポブラの宣伝これ買えとかっていうわけじゃないんですけど、これなかった時は私はスポブラを二重にしてやったりとか、めちゃめちゃ工夫してました。クーパー人体がもういかに伸びないように工夫しました。そうで、私もそれがめっちゃめんどくさかったし、バージスラインってここが火傷しちゃったりとか、すごい後も今も残ってて嫌な思い出があったんでこれを作ったんですけど、これはもうこれギュッてやったら、ギュッて絞ったらもうバストをグッと支えて動かないようにしてくれるスポブラなんですけど、そういうのでしっかりクーパー人体を守るっていうのをめちゃめちゃ心がけてほしいです。本当に大切なことなので、まとめると、食事、タンパク質、水で、マッサージ、筋トレ、クーパー人体守る。はい、なんかねメモリ不足で途中で切れちゃったんですけど、バストのねお話なんですけど、本当にさっきの4つをねしっかり意識して見て過ごしてほしいなって思います。やらないよりやった方が全然マシだし、やれないならやれる工夫をする。で毎日私はボディーソープでマッサージをする、やらないよりはマシだし、トレーニングも今の工程多分10分ぐらいあると思うんですけど、それを1日3分で自分を工夫して区切ってやろうとか、もう朝だけも肩甲骨流すだけでもいいし、1個だけでもいいし、何かしらやる努力をするっていうのが成功の近道なんじゃないかなということで、ぜひやってみてください。でこれはね、もしね気になった方もいると思うので、これは7っていうストブラです。概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。最近ホームページしっかり作りました。ということでバイバーイ、またね。みんなヤッホー、なんと私が組んだガチ痩せメニューが探さなくてもそのまま飛べちゃうサイトができました。概要欄に書いておくから、ダイエットの効率をさらにもっと上げるためにぜひ使ってみてください。でさ、みんなってインスタやってる？みんなのね DM 返したりいいねしに行ったりできるから、私めっちゃインスタ好きなんだけど、レシピとかウェアとか美容についてたくさんアップしてるから、ぜひ覗きに来てみてください。それではおつひな、バイバーイ。